せてくる。はい。何？こんにちは。どうもこんにちは。何配信だって。暇配信。暇配信だって。暇配信だそうです。え、違うの？その通りでございます。はい、静電気がすごいことない。はぁ、ああ、落ちちゃった。足痛い？え？なんて言った？え、落ちちゃった全然違うじゃん Wi-Fi つないでやってる？え、つないでる気がするけど、多分つながってない気がする。あ、なるほど。じゃあよかった。なんで？え、私も Wi-Fi つなぎたいって思って Wi-Fi 大事だからね。うん。今日髪の毛を真剣にアイロンしてきたんだよね。ほう。なるほど。結構真剣にやってきたんだけど。うん、いつもは真剣じゃないと。うん、いつも真剣じゃない。はあ。明けおめじゃん。確かに。明けおめだね。明けおめじゃん。2021年最初に喋ったメンバーはナルピーだわ。スモーちゃんだ。お年玉欲しいだって。こちらこそ。こちらこそ欲しいですけど。こちらこそやばい。こちらこそで。何してるの？え、目覚ましかけ。寝るの？もしかして。違うよ。もしかしてだけど寝る？違うよ。音何？あのバネの音？え、わかんない。バネかな。なんかさ、一緒に昔さ、めっちゃ昔にさ、ホテルどすだとさ、気にじゃあバネだ。こっちがバネだ。ずっとバネのさ、音だったよね。ビヨヨヨヨみたいな。朝からさ。しかもずっと鳴ってんの。だって起きれるやん、バネの音だったら。30分ぐらい鳴り続けてなかった。いや、そんなになってないよ。朝一で聞く音がバネって。これテロップみたいな何にするべき？そんなにしてんの？え、何もそんなに。何にしよう。ああ、ずれちゃったね。助けて。で、何にしたの？できないから。私初心者だったかもしれん。でこれだったらいけるんじゃん。あそこ、これな、このなんかシンプルなやつ、ね、地味なやつ。こう、ん、う、出ないんだよね、シンプルなやつ。これじゃダメ？無理だよ。これか。あ、それ。あ、これね。うん。みんな仕事なのかな、もう。確かに。え、もうみんな仕事始まってるんですか？
明日からだって今日から、うん、今日明日ぐらいなんだね。明日明日今日まで休みって人が多いね。あーなるほど。へえー、はあ、おお。何してたの家で。え、私ですか。私はしかいませんよ。しかいない。私は何もしてないよ。うん、なんかドラマ見てたら、うん、ドラマ見るのナルピーって。え、なんかさ、うん、最近見てた、なんか2年ぐらい前にやってたドラマ。21年だ、1.1 もう、うん、なんか見てて、うん、なんかすごい面白いじゃんみたいな思ったんだけど。面白いからやってるんでしょ。そう、まあ、そういうことなんだって思ったんだよね。ナルピーはドラマを見ないイメージなの。そう、テレビ見ないから、うん、そう、見てあ、面白いじゃんってなったのが、うん、今年の思い出です。今年？そう、1月？うん。何、何見たんだろう、気になるね。え、だって見ないイメージだもん。うん、見ないよ。でも昔は見てたんで、小学校4年生くらいまでは流行りに乗ってたんだけど。なんかさ、メンバーはよくさ、このドラマが、うん、みたいな、みんな話すじゃん。え、そう。で、私とかそんな流行りに乗れないタイプだからさ、うん、なんかナルピーと一緒にさ、わかんないよねみたいな。鬼滅とかもわかんないしさ、してたのにさ。だからみんなから遅れてドラマを見ましたという話です。しかも1年前の。そう、1年前。もう流行りは終わってるよ、絶対。そう、うん。あれ、2019年って2年前？ 2 年前だよ。じゃあ2年前だわ。やばいよね。2年前のドラマだ。じゃあ2年前だよ。結構前だよ。2019年前だ。去年かと思った。あ、大丈夫そう。大丈夫そう。2019年ってなんかさ、うん、一昨年の夏の写真をさ、うん、載せたんよ、うん、その時にさ、一昨年のだねみたいなの来たんだけどさ。一昨年っていつ？2年前。2019の夏の写真を載せたんだけど。2019の夏、あ、うんうん、もう一回夏来てさらに過ぎてるわけじゃんね。あ、え、そんな経つんだって思って、衝撃だった。やばいね、人生あっという間。何してた2019年。2019年は、うん、何もしてない。じゃあ去年。2019年、うん、2019年は、2019年はね、だって2019年でしょ。2年前でしょ。2019、テスナとかやってたよね。あー、やってた。でもそれ一昨年だね。衝撃じゃない？一昨年。やば。だって秋とかでやばいね。やばいね。秋。こ、一昨年やって。テスナ懐かしい。ね、ずっとウィンブルドンやってたわ。今令和3年だって。令和3年、うん、令和ですって発表されたばっかじゃん。それも一昨年ぐらいじゃなかったっけ、今年の春とか。うん、2019かな。え、2018？ いや、18ではね、違う。あ、2018に発表された。え、いや、違う、19。あれ、あ、2019か、うん、
覚えてるもん、なんか令和ですって発表された日さ、うん、壁写真の撮影しとったんよ、うち。あ、そのあたりか、うん、だからさ、令和ですって発表されたのって4月1日、うん、?3 月1日じゃなかった？あれ？で、4月から令和じゃなかったっけ？いや、5月からじゃない。あ、5月からだっけ？私、壁写真の撮影が4月2日だったことめっちゃ覚えてる、ね、じゃあ4月1日か。え、何してたんだろう、発表されてる時。もうだからめちゃめちゃゼストのイメージだったよ、令和は。あー、なるほどね。令和はゼストだから、ね、2018年はゼストじゃなかったっていう記憶はすごいよ。あ、3月からゼストだったんだ。あ、で、ゼストの壁写真が4月だったから。そう、だから令和はゼストなんだよ。令和はゼスト、令和はゼストだから。あ、5月からだって。なるほど、やっぱ4月だ。だってさ、撮影のさ、なんかスタッフさんみんなパソコン持ってるじゃん、うん、それでさ、令和ですって発表されながら壁写真撮ってた。本当にそのタイミングで撮影してたから、みんなが盛り上がってる中写真撮られてたよ。いいな、本当に楽しそうじゃん。令和だってみたいななってて、でも令和って昭和に似てない？あ、まあ和だけじゃん、うん、だから嫌だ。じゃあ全然違うのが良かったってこと？平成みたいな、平成に似てるのないじゃん。確かに。あ、でも平安とか似てるか。ああ、平が一緒だよ。被らないってなかなか難しくない？いっぱいあるじゃん、漢字は。ああ、確かに。だからちゃんと考えてほしかった。じゃあ希望の年号は？片岡みたいな。それさ、全国の片岡さん結構困るけど大丈夫そう？うん、いいよ、もう片岡3年、うん、片岡3年でいいから。初詣行きたいね。行こうよ。あれ、あれしたい。くじ引き？くじ引きじゃない、くじ引きじゃないわ。くじ引きじゃないわ。おみくじ、おみくじ。くじ引きじゃないわ。いつ行く？今でしょ。今からも一応配信やめて。くじ引きってなんだっけ？くじ引きは抽選みたいなやつか、うん、当たりみたいな。あれは線引くやつは？阿弥陀くじ。阿弥陀くじか。去年やった？おみくじ。うん。なんだった？覚えてないけど、ね、なんか悪かった気がするんだよね。なるほどね。うん。それは忘れて正解だ。いいやつ出たことない。嘘。それは嘘かもしれない。え？それは嘘かもしれないけど。今嘘つかれた？でもあっても1回か2回ぐらいかな。うん、人生の中あれでしょ。うん、そうそう、人生の中でね。私去年年末？違う、うん、お正月？年始？うん、に引いたおみくじ大吉だったんだけど。うん。1年大吉じゃん。大吉だわって思うじゃん。うん。って思うじゃん。うん、それで大吉だから、まあ、超いい年になるって思うじゃん。でって思うじゃん。で、しかも厄年だしさ。あ、で10月ぐらいかな、なんか秋ぐらいにも神社で2回くらいおみくじ引いたの。うん。したら全然良くなくて。うん。嘘だった。嘘だった。嘘でした。うん、じゃあ行こう、今年は一緒に行こう。もうさ、うん、初詣の時期じゃないじゃん。確かに。え、おみくじってやってるんですか、うん、いつも。え、やってるでしょ、だって私秋に引いたよ。いや、それはさ、そういうさとこじゃん。あ、
なんかちゃんちゃんとしたえ年中さ、うん、やってるものなの？おみくじ？やってるって、うん、やってるの？本当に？本当に？もう初詣する人いないから年がら年中あるよ、だって年がら年中絶対もう人も少ないじゃん、もう本当にあるの？じゃあ行くよ。年中無休だって。へえ。じゃあ行こうよ。うん、いつ行く？今でしょだから今はもう間に合いませんのおみくじあるんだって、うん、なんか私さ、うん、いつもおみくじとかってさ、うん、でお金入れてそっから普通にいっぱいある中から選んで、うん、見るじゃん、うん、なんか前こう振ってさ棒を、うん、取ってさ、うん、何番みたいな、で何番の引き出しから取るみたいな、うん、やつやって、まあいいの出なかったんだけどさ、うん、こういういろんな種類あるじゃんね、おみくじ、うん、楽しいなって思ったよね。ああ楽しいなるほど、楽しかった。私は別におみくじ楽しいと思わないよフ大吉がいいな。大吉、大吉がいい、みんな思ってる、それはそれはみんな思ってる。大吉だったら楽しいうん、誕生日のみくじとかある？ああそれ去年か一昨年なんかやった気がする。何それ？誕生日、誕生日のおみくじってさ、うん、同じ誕生日の人全員同じ運勢なんだよ。あそうだよね、そうなるよね、うん、でもやっただってさ誕生日おみくじってなったらさ同じ日に生まれてる人っていっぱいいるもんね、うんあれがいい。私だったらさ2002年2月26日生まれじゃんね、うん、だからその中の A 型とかさ、さらに絞って絞ったおみくじ、おみくじとか占いとかやってほしい。うん、確かに。え、占い行こうよ。占い、占い行きたい。どこにあんの占いって確かに大須とかありそうじゃん。大須に占いあんの？ありそうじゃない？ね、温水行こうよ今度温水行くことあんまないやな。ね、昔はさみんななんかちっちゃい頃いっぱい行ってなかった？うん、行ってた。うん、メンバーみんな占い好きだよね。人間が占い好きなんじゃないでもなんか男性より女性の方が占い好きな傾向あるよね、うん、結構信じちゃうわ私。信じるっていうか気持ち的に変わるよね。わかる。今日椎茸占いの日だった。何椎茸占いってなんか流行ってたじゃん。知らないよなんか当たるみたいな。毎週月曜日にある、うん、出るんよ。何椎茸占い椎茸占いって調べたら出てくる。調べる手段がないよ椎茸占い。そう、個人的には当たってそうだなって思う、椎茸占い、うん、だから割と椎茸占いは見てます。はいでもガチの占い師さんに占ってもらいたいよ、うん、だから行こうよって。行こうってどこにあるの？知らないえ、なんか前ね、うん、結構 SK 入る前だけど、うん、なんかモゾに行った時に、うん、なんか占いがやってたの。なんか出店みたいな、ショッピングセンターとかあるよね。そう、占ったら、うん、なんか算数が得意って言われた本当だろ、当たってる本当算数得意、算数が得意ってどうするんだろうそれ本当は。国語が得意だったらしたら困る
え、そういう時ってさ、占い行った時さ、うん、質問とかされた？でも覚えてない、うん、あの、されたのかな。でも算数が得意って言われたんだよね。なんか質問からさ探られるタイプとかもありそうじゃない。確かに。だって、おーちゃんとナルピーは仲悪いの？だって。え？仲悪いです。不仲だった？仲悪いです。懐かしいな、人生いろいろあったな。まださ、十何年しか生きてないのに。いや、濃い18年送ってるよ。それはそうだけど、4年前とかさ。うん、4年前？4、5、21祝。算数が得意？算数が得意を今すごい披露してくれるぞ。2017年とかでしょ。あ、うん、確かに2017年17、16とか入ったばっかやん、うん、くらい一番人生で濃い人生だったかもしれない。おーちゃんのどんなところが嫌いですか？だって。あ、気になる。で、おーちゃんはピンクのマスクなとこが嫌いです。あ、すいませんでした。なんでですか？ピンクのマスクいいんじゃないですか？ちょっと気に入らない。マスクは白か黒だろうって思うんですけど。黒が許されてピンクが許されない。ピンクはちょっと無理。ちょっとそういう理解してもらえないところがちょっと嫌いですよね。ちょっと気が合わなかった。そう。ピンクはちょっと無理。こんな無理とずっと一緒にいるやん。ちょっと白いマスクとか理解できん。それは、それはやばい。これは殴り合いだぞ。殴り合い、殴り合いだぞ。あれ、私昔ピンクのさ、うん、使ってたんだよね。あれ、もしかして嫉妬？私がピンクのマスク使ってることに対しての嫉妬ですか？ナルピーに1000枚くらいのピンクのマスクを送ってあげよう。ピンクのマスク、なんかさ、うん、ピンクのマスクがあって、うん、紙マスク？そう、なんか7枚入りぐらいで400円ぐらいのやつ。7枚入り、昔、うん、よく天野に売ってて、うん、なんか一枚一枚なんかちゃんとさ、うん、袋に入ってくるやつ。 あれが気に入ってたの私、うん、あれ可愛いよね。なんか売ってなくない今。ないない。今色付きってあんま見ないよね、うん、ピンクにしてくれたらいいのにね。ピンクの紙マスク大好きでさ、うん、ずっと使ってたのにさ、うん、そう、紙だったら許せる。ピンクは布だよ。ダメ。布だよ。許せない。つけ心地は最高だよ。許せないよ。なんか私、あの、こういうマスク欲しくてさ、買おうと思ってた時期にさ、うん、このタイミングが来ちゃって、もう見なくなったんやけどさ、紙マスクでさ、うん、白とかで、うん、マイメロの柄がいっぱいついてるやつ、あ、散らばってるやつ。あれはさ、あれはちょっとさ、友達やめようかな。これはまだ友達でいてくれるんだ。それはまだセーフ。セーフ。え、でもマイメロのいっぱい散らばってるやつ。一緒に歩けないもん。よく幼稚園の子とかつけるじゃん、うん、幼稚園の子だったら可愛いよ。でもちゃんと大人用で売ってたから。違うって。欲しかったんだよ。それはお母さん用じゃん。でそろそろ買おうと思ってた時期にダメになっちゃったから。友達やめてたわ。なんかいっぱいあるじゃん、キャラクターとハートが散らばったやつ、うん、それは友達やめるから。もし入手できたらレッスンにつけてくれ。いい、もうやめます、友達。
ピー厳しいねって言われてんだけどそうだそうだ。いやでもみんなは友達がマイメロのマスクだったら一緒に歩くんですか別に私ナルピーマイメロのマスクしてても歩くよそれは2人でマイメロのマスクして歩くんですか2人はちょっとやだ2人はマイメロ2人はマイメロはちょっと無理かもほらでも片方ならいいじゃん。え、ダメ。いいじゃん、一人やばいいや、片方前メロ、片方黒みならいいですよ。いや、それもっとやばいいいじゃないの。もっとやばい。え、給食のマスクはもっとダメあの、近くにさ、ちょっとちっちゃいみたいなあれはダメしかもさ、小学校の頃の給食でさ、みんなあのつけるじゃん、うん、布マスクの白みたいな、うん、でもさ、だいたいさ小学生もうここ伸びてんのよね、みんな。確かにずっと使ってて懐かしいよね。うん、いいじゃん、ナルピー、クルミで、おーちゃん前のようで、うん、ごめん、キティちゃんだったらいいよ。あ、じゃあいいのキティちゃんだったらいい。キティちゃんの方が入手できそう給食マスク。あ、私給食マスクもピンクだった。え？布マスクでさ。そんな人いないよ。布マスクでさ、あのマリーちゃんの絵柄がついてるやつ。それはやばいよ。超ピンクのマリーちゃんがいっぱいついてるやつだった。絶対友達になれない。絶対友達になれない。懐かしい。そういえばそんなマスク使ってた。うん、私は白だったよ。そう、ピンクだった。はい、それは憧れてたのは、うん、憧れてたのはさ、なんかさ、白い普通の給食マスクにさ、この右下とか左下とかにさ、うん、なんかプリンセスの絵柄がプリントされてるやつみたいな。それ持ってた。持ってた、うん、あ、それ憧れだったね。でも売ってるの見たことないんだよね。いや、私もね、勝手にあったんだよね。そういうのつけてる人いて、あ、あのプリントついてるなんかおしゃれだなって思ってたんだよね。ピンクには負けてるよ、だいぶ。でも私さ、中学校の時もさ、給食だったんだけどさ、うん、なんか給食のさ、エプロンをさ、うん、なんか給食当番の時持ってかなきゃいけないじゃん。うん、なんか私が給食当番の班の時に、うん、なんか誰も持ってこなくてみんな忘れて私だけ持ってきてるみたいな。一人だけ来たの。そう、一人で給食当番してた。え、全部え、なんか給食を持ってくるみたいな、なんかさ、うん、持ってくるじゃない、うんうん、それも一人しか行っちゃダメって言われて、みんな来てないから、なんかいい子ちゃんとしてちゃんとしてる肌のに罰ゲームみたいな。え、かわいそう。そう、一人で持ってきて、そう、かわいそうだった、うん、かわいそう。先生に着せちゃうのよかったの。確かに先生持ってきてってあ、いいじゃん、マスクのグッズってよくない。あー、確かに個別推しマスクだって個別え、片方と何人もとかやんな違う違う、壁写真プリントする右下にめっちゃいいじゃん。いい、ね、売れそうだよ。誰かが描いたイラストとかさ。あー、いいねいいね。あ、だからそれこそさ、個別のさ、うん、メンバーが描いたイラスト入りみたいな。確かに。生誕マスクとか出るのかな。え、いいじゃんここにさ、20って書いとくの年齢書いとくの。めっちゃいいやん。非常しか使えないってそりゃそうだ19歳だったら19歳でもそれいいね、うん、いいよね。マスクはさ、良くない？いい。だって使えるし、うん、イベント参加するとき絶対マスクいるじゃん。確かに。メンバー個別フェイスシールドとかね。え、片方片方。い
ティーであの人ナルミを使って確かに確かにじゃん確かにいいじゃん劇場とかでもさここにさナルミって書いてあったら分かるじゃん確かに、うん、メンバーから見てもさそれいいねいいじゃんマスクとさフェイスシールドおしめみたいなテンションも上がるじゃんグッズ装備で確かに確かにいいじゃんいつか出すことあったらこれ出そうよ提案しといてちょっと分かったなんかさ昔はさ出してみたいグッズありますかみたいなあ、ね、あったよねもうないもんね昔三色団子のグッズとかあったねしかも研究生の時だもんねそうすごい素敵な時代でしたね、うん、だって握手会レーン並ぶたびにさ他のところに行く人はさあ買えなきゃいけない買えなきゃいけない重ねとけばいいんだよ確かに一番よく行く人は一番下みたいなそうそうそう取るだけで済むからめっちゃいいじゃん押しマスクあ、いいじゃん個別消毒液もさえ、買った方がなるみカフェ写真のさ、プリントされたさ消毒液、カバンにつけとくんよもういいじゃん絶対効果ないしあの人 DNA だいっぱい消毒液ついてるみたいなめっちゃ面白いいいじゃんこれでさグッズ買いつつさ予防もできるから、うん、超いいじゃんいいねマスクなんてかぶせればかぶせるほどさ効果ありそうじゃん確かにねよくないあ水やってるよね今劇場で水よりもいいって確かにそうかもしれない確かにへえマスクいいよなうんもし今後マスク出たら多分この配信見てるわあなるほどなるほどね、うん、見てるわやっぱさ重ねすぎると息苦しいじゃん、うん、やっぱだから押しには限界が確かに押し増しするには限界が確かに3押しぐらいまでしかそうそうそうが有利確かに、うん、ずっと同じマスクでいいやそうだよ、まあ、ベースそこだからあ重ねマスクする前提で作られてないからマスクは確かにおかしいよ、うん、ベースは1枚だからさん推しは大変そう確かにあでも谷さんの顔写真つけたらいけるか確かに推しカラーにしちゃうと大変だけどあマヤのチャーハン食いたいって、うん、それを食べてもらってそれは私たちも食べたい食べたいです食べたいひき肉食べたい食べたいねひき肉か何かあるんですかそんな神妙な表情でいや焼肉は食べてないなと思って焼肉食べたいよねうん、馬屋のチャーハンはさ冷凍でも買えるじゃん、うん、家で食べれるし、うん、いいじゃんうんえ餃子パーティーしようよ餃子パーティーしたいね餃子食べたい、うん、食べよう超美味しい餃子食べたい
うん、絶対自分で作った方がさ、うん、安いよ。コスパはいいかもね、うん、自分で作ったらどれぐらいなんだろう。でも餃子の皮だけで数百円とかで買えるもんね、うん、だってお店行ったらさ、うん、高くない？一人前ちょっとしかないのに、うん、高いじゃん、なんか美味しいんだけどさ。美味しいけどね。なんかさ、餃子とさ、チーズがかかってるやつあるじゃん、うん、ああいうの美味しそうだよね。あれもなんか高いじゃん、チーズをかけただけなのに、うん、なんか2000円とかしない？うん、なんか自分でかけよう確かにチーズ買ってきてね、うん、温めて溶かしてかけた方が安いか。プリンセス大通りに餃子屋さんあるらしいよ。私この前さ、プリンセス大通りが分かんなくて私もいまいちよく分かんないなんかさ、プリンセス大通りって書いてある、うん、なんかさ、どこにあるか、なんかそれがあることを知ってるけど、それは知ってる、どこにあるか分かんなくて、いっぱい通りあるし、ね、そうで、なんかプリンセス大通りに集合って言われて、うん、あの普通にメンバーと約束した時に、うん、どこって、どこって思って歩いてたら普通にあった、うん、プリンセス大通りのさ、ま、なんかやっぱさ、大通りだから絶対2カ所ぐらいに入り口あるじゃん、うん、迷わないのそれで。なんかあのあそこチーズドッグがあるとこがもうプリンセス大通りってある。あ、そうなんだ。そう、見ないしな。そうなんだよねしかもなんとか通りみたいなの多いじゃん。それはなんかこの前知った、初めて2週間ぐらい前最近だねじゃあ今度プリンセス大通り散歩しようそこ散歩するとこ散歩しようよ。散歩ね、うん、プリンセス大通り何がある、何があった、餃子、餃子があるって。餃子食べたいね、うん、餃子食べよう。餃子食べたい。餃子パーティー配信餃子パーティー配信事務所でやろうよ。やりたい。でもさ、餃子の匂いを漂わせてさ、うん、餃子パーティーするのじゃあ許可を取ってやろう調理器具はどうするのホットプレートっていくらぐらいすんの？どうなんだろう。だって別にちっちゃくても何回も焼けばいいわけじゃん。まあまあまあ、私ホットプレートあるけどさ、それ持ってこないじゃん。持ってくる、ここのだからそこら辺で買って配信のためにでも楽しそう。いくらするんだろう、ホットプレートって。あ、ドンキとか。あー、みーちゃんドンキから歩いてこればこんな大荷物持ってしかも食材も買わないといけないじゃん。確かに。でも一人ホットプレート一人食材だったら大丈夫で大掛かりすぎないいや大丈夫だよ。大変だよ。2000円ぐらいだってホットプレート。あ、安いね。2000円ならだって1人1000円だよ。うん、フライ、まあ、ホットプレートならそのまま焼けるか。うんなかなか盛大だけど。じゃあどこでやる？うん、でもここでしかできなくないできない。ニトリ安いって。冷凍餃子だと楽なんてそれはもうさ、ただの餃子食べる配信じゃんあ、冷凍餃子ね。うん、したら電子レンジある。確かに寂しいよ、なんかやっぱ包んでね、焼くから餃子パーティー、うん、やろうよ、それやろうよ。本当にやるの？うん、1月20とかにやろうよもうすぐじゃん。うん、あ、ね、これバネの音鳴ってなくない？終わっちゃったじゃんねえ、でも15分だよ。終わる？うん、終わろうか突然の終わり。餃子で盛り上がって終わりまあ視野に入れよう。視野に入れて検討をしよう、うん、検討。バイバーイ。バイバーイバイバイ、公園見てね